まあ、通常のギターとは違うサウンドが出すことができます。こんにちは、クリッパーことクリッパートルニッツです。プレイヤーさんとの連動企画、ゼロから始めるギタリストのためのシンセサイザーっていうことで、今回は MS20 ミニの入力にギターを入力して、エクスターナルシグナルプロセッサーの機能でギターシンセサイザーとして使ってみようと思います。じゃあギターシンセとして演奏するんで、まずエクスターナルシグナルプロセッサーのセッティングをします。で、入力元となるギターはマルチエフェクターにつないであります。で、MS20 ミニは入力はミニプラグなので、マルチエフェクターの出力を変換します。じゃあエクスターナルシグナルプロセッサーのシグナルインに挿します。で、 FVCV アウトを VCO12CVIN に入れます。で、トリガーアウトをトリガーインに入れます。シグナルレベルで入力を調整します。で、課題入力になるとピークがつくんで、適当にコントロールしてみてください。で、スレッショルドレベルを上げます。ギターの演奏からピッチを検出して MS20 のシンセが鳴ってます。で、真ん中のローカットフリークエンシー、ハイカットフリークエンシー、CV アジェストでコントロールします。チューニング合わせるの結構難しいですよね。で、基本モノフォニック3音しか弾けません。低い音域の音はなんかあんま拾えない感じですね。じゃあシグナルインに入力したギターのアウトをエクスターナルシグナルインに挿します。これギターの音も出るようになります。で、一回ちょっとシンセのボリュームをなくします。で、フィルターをかけることができます。で、もちろんフィルターはモジュレーションをかけることができます。
通常のギターとは違うサウンドは出すことができます。ちょっと LFO の波形を区形波にしてみます。これちょっとゲート的な感じになりますよね。フィルターで使うとなんか結構いい感じな気がしますね。じゃあ MS20 のオシレーターとミックスしてみます。ちょっとミックスして使うとなんかアバンギャルドな感じのサウンドになっていい感じですよね。で変な音しか出ないんですけど、まあ、これはこれで個性がかなり発揮できると思うんで、ぜひアバンギャルドの音を出したい方は挑戦してみてください。